はい、どうもデザイン君でございます。将軍家指南役小野忠明を倒し、そしてその口からは伊藤一等斎の名前が出ましたと。上総の山寺あるのかな。あ、ありますね。いきなり伊藤一等斎との対決になるんでしょうか。もうそれはそれは名の知れたバガボンドでも出てきましたね。それはそれは強い、もう最強の天下無双っていう名前を背負っててもおかしくない人間ですからね。行ってみましょう。いきなり決闘になるのかな。山寺、方法結局いつぞやはお会いしましたね。伊藤一等斎、ほう、天禅と、あ、そうですね、巫女神天禅っていう名前と、あの伊藤一等斎の一番弟子として小野忠明は巫女神天禅という名前で、師匠伊藤一等斎に仕えていた、一番弟子だったのかな、弟子だったっていう過去があるそうですね。それはそれは相当の手だれですよ。あー、説明してくれてますね。そう、その小野忠明、昔は巫女神天禅と名乗っていた男じゃ。我から名乗るのもこれ、なん口はばったい確かにわしはその昔天禅の師匠だったものだよ。それで私は、強いて言うならその天禅に導かれてやってきたというべきか。はて、実はな、お主がやってくることはあらかじめ分かっておった。なんだと？エスパータイプかな？それはどういう？先頃見た夢の中でな、本当にエスパータイプだった。実に何年かぶりに天禅が顔を出したのじゃ。夢？そう。そしてその夢の中で近く天禅の使者がわしのもとにやってくるという。天禅の使者、デザイン君でございます。にわかには信じがたい話ですが、ま、信じようが信じまいが構わぬ。実際にお主がここにいるのは確かじゃからな。バガボンドに出てくる一等斎はね、もっと荒いですよね。これなんかすごい礼儀正しい感じになってます。それで私が天禅忠明殿の使者だというのはどういう意味なのでしょう。何、メイドの土産にお主と一つ立ち会ってこいと言っておるのじゃないかな。何ですって。勘違いするな。わしは何も弟子の敵討ちなどというものを仕掛けたいわけではない。正直に言えばわしもまたそれほど先行きは長くない体なのじゃ。なればこそ天禅名、このわしに浮世で最後の楽しみを味合わせてやろうと。弟子心のつもりか、それとも己の道連れに師匠を引きずり込もうとでも言うつもりか。まあ、あやつの本心はどちらでもいい。天禅とやり合ったというのならこの際じゃ、ついでにわしとやってみるのも悪くはあるまい。相手にとって不足はないです。わしもまた限りなく少ない余生は静かに過ごそうと思わぬでもなかったが、天禅を倒した者を目の前にしていささか気持ちが変わった。おいて枯れたとはいえ、わしもまた剣客の端くれ、得がたき相手を目の前にして興味のわかぬわけもない。実際にお主も内心はわしの力を確かめてみたいと思ったからこそここに足を運んだのじゃろう。だろう。その通りだ確かに私もまたこの伊藤一等斎という人物を見定めたいと思ったからこそここに来た。その一等斎殿が弟子の小野忠明殿と同じく私と勝負したいと望んでいる。ならば、まあ今すぐここで決めようとは言わぬ。もしもわしとの一戦決心がついたのなら、今一度この宅を訪ねるがよい。その時が勝負の時じゃよいかな。承知しました。いやー、ついに伊藤一等斎と雌雄を決する時が来ましたね。ということで早速雌雄を決していきましょう。山寺、
重い音楽だな。ほう、来たか。はい。覚悟は良いのじゃな。構いません。お願いいたします。受けたまわった。ならばそこでやるか。勝負の行方はわからぬが、後始末は心配せんでもよい。どちらが倒れても寺の和尚に頼んである。思う存分やってくれ。では行くぞ。はい。恋天下無双、上段切り下ろし。それはちょっと近づきたくないね。青眼からは上段近づきたくないな。ん、隙あり。なるほどね。青眼の後隙ありますね。その時に叩き込みましょう。ナイス。あとは坂本さんの人たちで青眼の後に決めるか。それ怖い。なかなか怖い。それスキル伊藤一等斎天下無双打ち取ったり。いやー、おっかなかったな。どちらも人たち目がね、もう少し近くから来るタイプだったらマジ危なかった。悲壮な音楽。伊藤一等斎すごい、まるで神がかりのような剣だった。いや、まさにそうでしたね。間合いに入ったらまずい。さすがに小野忠明が師と仰いだ人物。おそらくその身の衰えがなかったなら、私はなすすべもなく切られていたやもしれん。思いがけぬ一戦だったが、この勝負まさしく妙利に尽きるものだった。ありがとうございました。また一つデザイン君が天下無双に近づきました。さて、宿に泊まりますか。たくさん上がりましたね。たくさん上がりましたね、ほんと。うん。ということで、今回はここら辺で終わりにしようかと思います。いやー、伊藤一等斎。伝説の剣豪ですね。倒してこの先はどうなるんだろう、ちょっとわからないですけども、次回うろうろしながらまた新しい剣豪、希代の剣豪を倒して新天下無双に着実に進んでいきたいと思います。それでは今回はここで、ご視聴ありがとうございました。